一番違いが上からですね、糸糸ちゃんとですね、さらに分かるように、餌を投げ入れているんですけれども、パンチもいますけれども、この3種類の食べ物、一体何だか分かりますか？
ありますか？無人パーティーの食べ物というとですね、皆さんはよくこうパッと思い浮かぶのが、バナナとかリンゴとかオレンジなんですけれども、実はお昼ご飯にそういうものは一切与えていないんですね。はい、今ここに回る、お半分に切ったのがですね、投げ入れられましたけれども、はい、じゃあここら辺で正解発表といきましょうか。まず茶色い棒のようなもの、今目の前のチンパンジーが感じてますけれども、あちらがごぼうになります。はい、そしてですね、白っぽい丸いものをですね、半分に切ったもの、こちらがですね、玉ねぎです。そして私たちになるべく果物を与えないという取り組みを今行っているところなんですね。チンパンジーはですね、もともと野生では、果物を食べる動物ですよということがですね、言われていて、それに対して、果物をですね、与えて、どういう果物を食べているのかというのですね、私たちがスーパーで買ってくるような果物とは、全然違うようなですね、全然甘くもなければですね、美味しくもないようなですね、そういう果物をですね、彼らは食べているわけですね。ですので、そういう生活、食生活をする、そういう生活をしているので、ここから近いって、スーパーで、手に入れられるようなですね、果物っていうのはちょっと甘すぎるんですね。お砂糖と、成分とかですね、ちょっと多すぎてしまうんです。そうするとですね、ちょっとチンパンジーそういうものを食べ過ぎてしまうとですね、目に見えて分かる変化としてはですね、まず太ってきますね。太ってくるだけだったらまあいいんですけれども、太ってくることによってですね、糖尿病という怖い病気になってしまう可能性がですね、出てきてしまいます。私たちもですね、甘いものを食べたら、ちゃんと歯磨きしないとかかってしまう病気です。はい、正解は虫歯ですね。虫歯になってしまうんですね。私はですね、歯医者さん大好きではないので、歯医者さんに行かなきゃいけないようなことが起きるのですね、ちょっと怖いなと思いながらですね、いやいや歯医者さんに行くんですけれども、チンパンジーたち、まず歯医者さんに連れて行くということがですね、非常に難しいです。それからあとはですね、歯医者さんがですね、まあいいですよ、こちらに来て治療しますよということになったとしても、我慢してですね、口を開けてじっと治療を受けるチンパンジーはですね、まずいないと思います。ですので、歯の治療を受けさせるためには、まずは歯医者さんに来てもらう。そして、来てもらったらチンパンジーを麻酔で眠らせて、そして眠っている間に治療をするということが必要になります。私たち、いやいや歯医者さんに行くのとはですね、ちょっと次元がまた違ってですね、難しいんですね、治療が。なので、虫歯にさせないためにもですね、無力を甘いものを与えないという、そういうですね、見えない場所にですね、チンパンジーですね。ちょっとですね、ベストを呼び戻すのはちょっと難しいんですけれども、スーと呼び戻せるかもしれない。もうそろそろお母さんが食べているのに興味を持って、ちょっと触ったり、それが始まるのを持っていくんですね。まだ全然興味ない。こちらをですね、UFO キャッチャーと呼んで